はいどうもスリプラーです。皆さん今日は嵐の予感がしています。今回は重課金者が選ぶ引いてよかった星5キャラランキングということでやっていきたいと思います。以前重課金者が使っている星4キャラランキング、重課金者が使っている星4武器ランキングをアップしたんですが、多くの方に見ていただき嬉しく思っております。まずですね、重課金者かっこ主となっていると思いますが、私が何者なのか前の動画でも伝えたんですが、初めて見る方のためにもう一度言っておきます。私は原神リリース日2020年9月28日から原神をプレイしており、キャラは全て所持、国政ガチ勢を歌ってるんですが、国政が好きすぎて残々の刃貫突、万眼血録貫突、キャラは3突。3突の理由は伸びしろを残しておきたいからです。課金額は100前後、こんな感じで未保養の養分としてやらせてもらってます。そんな私がランキング付けするんですが、ランキングといっても例えば最強火力ランキングとか最強サポーターランキングとか、そういうランキングではございません。タイトルにもあると思いますが、引いてよかった星5キャラランキングとなってますんで、引いたことでメリットがあったり、その恩恵が大きかったキャラをランクインさせてます。例えば探索がめちゃくちゃ楽になったり、螺旋の攻略がはかどったり、立ち回りが強化されたり、パーティーの火力が底上げされたといった感じです。さらに現状の使用頻度とかキャラ愛にとらわれず、今は使ってないけど昔から使っていて、その時に活躍してくれたキャラとか、そういった今までの経験上での評価も加味しています。なんで毎回言ってますが、今回は私の独断で決めておりますんで、ご了承ください。それでもこのランキングはエアプ、そのキャラはアリエンチン、このキャラいないってま、などそんな意見が飛び交うのはこち亀の連載が始まった時から知っています。それでも物申したい方は私に対しての浴びせぎりコメントをしてください。先ほども言いましたが、私の主観でのランキングを決めておりますんで、あなたの大好きなあのキャラがランクインしてないかもしれません。ですがランクインしてないキャラが弱いとか使えないとか、そんなこと全く思ってません。あくまで私のプレイスタイルだったりキャラの育成状況によってランキングをつけております。今回は5人のキャラがランクインしてます。さらに惜しくもランク外になってしまったキャラも番外編として2人紹介します。では重課金者が選ぶ引いてよかった星5キャラランキング、いきましょう。はい、第5位はアルベドとなりました。アルベドはめちゃくちゃ優秀なサポーターです。私は引いた当初アルベドを常にパーティーに入れてました。広範囲のスキルを設置しておくだけで火力面のサポートをしてくれます。範囲が広すぎる上に、ちょっと育成しただけで1万超えのダメージを出してくれます。そのダメージを出すために強力な武器が必要ではなく、星3の黎明の剣でいいのもポイントが高いです。さらにこの花に乗ることで探索面での交渉移動に貢献してくれます。岩キャラと合わせることで岩共鳴を発動し、さらなる火力アップに貢献してくれます。でなおかつ爆発による熟知バフまで巻いてしまうという詰め込みっぷり、固有テンポで突破素材を2倍獲得できるのも助かります。これがね、当時でもびっくりするほどの性能で、今でも色褪せずどのパーティーでも組み込むことができます。現在は数々の新キャラの登場によりパーティーに入れる頻度が少なくなりましたが、たまに使ってみるとやっぱりアルベドなんだよなと思わせてくれる便利キャラです。もし復刻が来たらぜひ引いてほしいですね。はい、第4位はウェンティとなりました。もうウェンティに関してはね、前から言ってますが、私はウェンティをお母さんだと思ってます。皆さんもお父さんお母さんにはお世話になってますよね。それぐらいウェンティにはお世話になってます。原神リリース日にガチャを引いてずっと一緒に歩んできました。開始当初はマップの開放ができてないんで、探索面では大いに活躍してくれました。私が探索で一番嫌いなことは崖を登ることなんですよね。スタミナが低い時はスキル長押しの交渉移動にかなり助けられました。で特定のギミックも無視できるんで、当時一緒にプレイしていたフレンドにウェンティを使ってどうやっていたら、今まで無課金でプレイしていたフレンドがものの数秒で課金中になってました。フレンドの意思が弱いわけじゃありません。フレンドを浮気させるぐらいウェンティが魅力的だったんです。さらに元素爆発による集敵能力も抜群で、戦闘面でも活躍してくれました。バージョンアップされていき新キャラが増えた今でも、その唯一無二のキャラ性能で第一線で活躍し続けるウェンティは原神界のドンとも言えるでしょう。はい、第3位はフータオです。フータオはその圧倒的火力で当時の原神プレイヤーを震撼させました。スキルで自身の攻撃力を大幅に増加させることで、星4武器であっても万超えダメージを連発できます。蒸発妖怪といった元素反応を絡めたコンボは強力で、ボス級の敵であっても瞬殺してしまいます。スキルクールタイムがネックになるかと思いましたが、実際に運用してみるとクールタイム中に他のキャラでスキルを回していたらほとんど気になりませんでした。自称スキル持ちですが、爆発によって自身を回復できるんで、原神界の永久機関として名を馳せています。私は主に秘境から線でフータを使っています。一部の秘境を効率よく回れるように
になり、クリアタイムが重視される螺旋ではその高火力によって攻略がはかどりました。原神は火力が正義といっても過言ではないです。フータはそのキャラの魅力も相まって非常に人気なキャラになっています。待機モーション中の歌も特徴的で癒し効果抜群です。各国のボイスで歌を聴いてみるのもおすすめです。はい、第2位はタルタリアです。これはね、個人的に1位にしようかと思ったぐらい引いてよかったキャラです。タルタリアは先ほど紹介したフーターと性能が似ていて、スキル発動中に近接モードに切り替えることができます。これがこのキャラの真髄になっているんですが、その近接モード中の爽快感が第2位になった決め手です。弾流のエフェクトだったり効果音、現状の原神の他のキャラにはない双剣によるスピーディーな攻撃モーション、この3つが素晴らしいハーモニーを生み出し、まるでダンスを踊っているかのような光景にさらされ、まるでテイワットに舞い降りた原神界の羽生結弦、これなんです。で、私はゲームにおいて爽快感というのは非常に大事な要素だと思ってます。ゲームをプレイしていて楽しく感じたり、ストレスを発散できたり、気持ちよくなることってありますよね。私はタルタリアを復刻ではなくポッキーの日にゲットしたんですが、当時は森林の生物も実装されてなかったし、武器もいいものがなかったんでタルタリアをあまり使ってなかったんですが、今回復刻も相まってかなり強化して使ってみました。使ってみてとにかくめちゃくちゃ楽しいんですよね。今まで使っていなかった自分をモンドからリユエまで地獄車でぶん回して巴投でとどめを刺したいぐらいです。少し原神の戦闘がマンネリ化してきた頃にタルタリアを使い始めて、また原神へのモチベーションが爆上がりしました。さっきからキャラの性能を全く紹介してませんが、キャラの性能強さ云々ではなく、他のキャラにはない爽快感が得られる、原神へのモチベーションを加速させる、そんなタルタリアは引いておかったキャラ第2位にふさわしいキャラだと思ってます。はい、栄えある第1位は勝利となりました。もう勝利に関しては勝利を絶対引くべき理由3選という動画に全てを叩き込んでますんで、よければ概要欄にリンクがありますんでそちらもご覧ください。それとは別に語っていきますが、勝利は引いてよかった要素が多すぎます。戦闘面ではシールドによる立ち回り強化、さらに敵の体勢を下げることで火力面でも貢献してくれます。元素爆発も高火力でエネルギー40で撃てる低燃費高回転率性能、探索においては元素スキル長押しで鉱石を一気に掘れます。キャラクターも魅力的で男女ともに人気があります。その超強力な性能は新生物の洗顔老虎によってさらに強化されると思います。探索、秘境、螺旋といった全てのコンテンツで大活躍してくれるんで、パーティーから外すことはできません。パーティーメンバーは勝利に対してこんな感じでしがみついて話すことができないぐらい依存しています。私は人に対して絶対これを引いておいた方がいいという言い方はあまり好きではありませんが、そんな私でも勝利だけは引いておいた方がいいと自信を持って言えるキャラです。他のアタッカーだったりヒーラーは代用が効く場合が多いですが、勝利に関しては代用が効いたとしても物足りなく感じると思います。そんな唯一無二の中の唯一無二トップである勝利は、私が引いてよかったキャラランキング1位になりました。はい、番外編1人目はカンウです。カンウってめちゃくちゃ強いんですよ。実際私もアモスを持たして使ってたんですが、数万超えのダメージを遠距離から安全にコンスタントに与えられるなんてぶっ壊れなのは間違いありません。さらにビルド次第では爆発メインのサブアタッカーとして活躍できます。さらに人気元素である氷キャラ、勝利に勝るとも劣らない圧倒的な性能を持ち、かつめちゃくちゃ可愛い容姿で、これだけ魅力があるのにランクインしてないのはなぜか。それね、一つだけ私に合わなかった部分があります。それはあまりにも強すぎたということなんですよね。先ほど言った戦い方をすれば簡単に攻略できてしまいます。戦闘が単調で爽快感があまりありません。私はタルタリアのような近接でバシバシ戦っていくのが好きなんで、単純に私の好みに合わなかっただけです。もちろんその遠距離から戦っていくスタイルが好きな方も多いでしょう。私はそれを否定しているわけではありません。人によって価値観は違いますから、今回の評価は単純に私の主観での話です。性能的には間違いなくランクインするキャラなんで、番外編として紹介しました。はい、番外編2人目はショウです。ショウは爆発で自身を強化することで圧倒的な落下攻撃ループで複数の敵を一気に殲滅できます。ショウは螺旋でかなり活躍してくれてます。惜しくもランク外になりましたが、ランク外になった理由としては HP 管理が少し面倒だと思いました。ショウは爆発時に徐々に HP を消費していくんで、探索や秘境で使っていて HP 管理を怠ると自己死したりします。まあこれは私の配慮の問題で、細かく回復すれば済む話なんで、お前の運用の仕方が悪いだけだろと言われたらそれまで。おっしゃる通り弁解の余地なし。私は面倒くさがり屋なんで、そういった管理が苦手です。カウン同様キャラ性能は申し分ないんで、こちらも私の性格的に合わなかった結果ランク外となりました。はい、いかがだったでしょうか。引いてよかった星5キャラトップ5、そして番外編2人を紹介してきました。今回見て皆さんが思ったことがあると思いますが、
限定キャラしかいねえじゃねえかと思ってるんじゃないでしょうか。確かに紹介したキャラは限定キャラばかり、工場キャラは引いてよくなかったのか、工場キャラしか持ってないのにランクインしてないのは悲しいと思う方もいらっしゃると思います。勘違いしてほしくないのは、私は国勢ガチ勢であり、工場キャラもしっかり使ってますし、その強みも知っています。リリース当初は限定キャラもウェンティしかいなかったんで、工場キャラを使い込んでいました。ですが単純に限定キャラの性能だったり、お金をかけて引いてよかったと純粋に思えたかどうかで言えば、工場キャラはランクインしませんでした。ただそれでも国勢や他の工場キャラにお世話になったことは変わりありません。なんで今回はエンディング後におまけトークがありますんで、そちらで少しお話ししたいと思っております。はい、今回は以上になります。ランキングには賛否両論あるかと思いますが、私が引いてよかったランキングはこういう結果となりました。よければ皆さんが引いてよかったと思う星5キャラをコメントしてくださると嬉しいです。では次の動画で会いましょう。はい、ではおまけトークということで、番外編でもランクインしてなかったキャラでお気に入りのキャラを紹介しつつ、工場キャラの魅力も語っていきます。リリース当初に特に使い込んでいた国勢、ディルック、7、この3人はかなり愛着があります。国勢は今もキャラ愛で使い込んでいます。爽快感がかなりあるキャラで、使っていて単純に楽しいですね。ディルックは最近あまり使っていません。ですが炎のメインアタッカーとしていろんな場面で使ってきましたし、久しぶりに使ったりするとやはり使いやすいんですよね。7はヒーラー枠としてちょこちょこ出番があります。限定キャラって強いんですが、どのキャラも結構尖った性能していて、使いやすいとは言いにくいんですよね。対して工場キャラってどのキャラも使いやすいというか、癖があまりないんで人を選ばないというか、スタンダードっていう感じなんですよね。だから初心者から中級者には工場キャラの方が使いやすいと言われています。初心者の方が序盤にフータを引いて使い方が分からず、自称スキルもあるんでどこが強いのかよく分からないという話も聞いたことがあります。まあそれを聞いて、あ、本当に人によって適正なキャラって全然違うんだなと思いました。なんで今回のランキングにとらわれず、皆さんが使いやすく好きなキャラを追求していけばいいかなと思っております。はい、ではおまけトークはこれで終わりです。次の動画で会いましょう。